宇宙パンツだ。宇宙パンツだ。エスケ。宇宙国家。国家。はい。チョコレート。ワン。パクナパクアドゥアイカ。ありがとうございました。はい、それではインタビューコーナーに参りたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。チョコレートの皆さんは実はですね、2022年にですね、ジャパンエキスポ台湾のに出演されているんですが、これまでですね、ファインにつけそのファインの印象、また、忘れられないエピソードとかこれを教えてください。はい、今までが忘れないエピソードですね、いつもタイに行くと、男性のファンの方で、いつまるって叫んでくださる方が毎年いらっしゃって、その人の印象が強いですね。ありがとうございます。ค่ะ、ไปว่าไปมาเมื่อไหร่นะคะ มีเอพิโซดอะไรที่ยังจำได้แล้วที่เป็นความรู้สึกว่าผู้ชายชาวตะวันตกที่ต่างของโลกเขาอยู่เป็นโอจิเขาอยู่คนนั้นหลงดึงไม่ได้นะคะจุดนี้นะคะแต่ฉันก็หลงไปแล้วที่จะสู้はい、ごめんなさい、実は介護もかなり勉強されているということなんですが、ちょっと介護を披露していただけますでしょうか。はい、ポンポンレアンパサタイパサタイヤンクマクマ、はい、伝わっております。僕は介護を勉強していますが、介護はとても難しいです。ちゃんと伝わっております。大丈夫です。OK です。 OK です。伝わっております。あ、 OK。 まさか、まさか。どうも、OK、 ありがとうございます。ちょっと勉強頑張ります。ありがとうございます。なんか曲作ってもなんか解放入れてるって聞いたんですけど、はい、本当ですか？そうです。プロデュース曲にラスボスナーラックという曲を書かせていただいて、ナーラックという言葉が、可愛いという言葉がとてもとても好きなので、ナーラックを入れさせていただきました。タイのみんなありがとうございます。反応よろしくです。はい、そうですね。次の質問はですね、昨年を振り返ってですね、皆さんにとってどんな年でしたか。そしてまたは今年チャレンジしてみたいことは何でしょうか。はい、昨年はですね、やっぱりコロナの影響で、こちらにもお伺いできなかったので、タイの皆さんにもっともっとこう喜んでもらいたいとか、楽しんでもらえるような動画であったりとか、あと楽曲、オリジナル楽曲とかをですね、もっと自分たちに発信していけたらいいなと思ってます。ということで、最近はね、本当に直接お会いできる機会が本当に少なくなってしまったんですけど、僕たち、去年ですね、1年でメンバーそれぞれのプロデュースが出たので、そちらが配信で今リリースされているので、タイでも聴いていただくことができると思うので、直接はお会いできないんですが、ぜひぜひ一緒に僕たちの楽曲を聴いていただけたら嬉しいです。これからも応援よろしくお願いします。お願いします。皆さんありがとうございました。ここでちょっと記念撮影をしたいので、ポーズをお願いします。はい、動画切れたら、チョークポーズ。カップ、カッティ、カッティ、カッティ。ファンファン、すごい、カッティ、カッティ。はい、写真撮りますね。はい、皆さん、ファンファン。
目立った感じじゃないかな、見えない。今リネの木の、あ、